さあ土地もしっかりあって、アッカマナも霊気の霊気との調和、霊気との調和があります。あ、調和ありますね。はい、フェッチからスレベン。始めていいですかと。すごい、もう2人とも早い。ご友人同士なんで、かなりもうあれですな、フリープレイ感覚ぐらいの速さですね。はい、やってるよやってるよみたいな感じで。はい、ただそんな中でもカットはしっかりと。そうですね、はい、あのライターの方が心配ですね僕は。そうですね、もうええみたいな感じで一旦目同時に行われてたけど大久保くんが今ライターをしてくれてるんですが、ピヨってる可能性がありますね。はい、ただ2ターン目はアクションがなかったので手がかりを探るターンになりますね。誰とあれですね、組細工を持ってましたがデッキリスト知ってるのかもしれないですね。これあのラブルマスターゴブリンの熟練先導者 と、カマキリの乗り手をケアしてどうやら出さなかったみたいですね。あとは単純に、うん、もうこのターンは熟練に当てようっていう強い意志があったのかもしれませんけど ね、次のターンに動くので。組細工は温存という形でしたね。まあ、組細工はいつ出してもいいですし、最後の方に出した方が相手の計算もちょっと狂いますからね。ライフが突然増えた方がゲームがしづらいので、そういったところからもかなりそのプレイに慣れてるのが分かりますね。そうですね、まあ、ジェスカイの3ターン目ってかなり大きいですからね、うん、もう悩まずゴーしたんで。さあそしてここで準決勝を決めたチャンドラが、これこのチャンドラデッキにまあ1枚ではあるんですけれども、かなり今日の見る限り活躍、大活躍ですね。愛されてますね。そうですね、ギデオン1チャンドラ1というバランスになってて、その複数枚引かないようにどうやら散らしてるみたいですね。さあそして石渡選手はさあ1点窮地というかあれですね、ちょっとこのティムル霊吉の石渡さん、発生の器まで入っていてかなり霊吉の脅威を探せる構成にはなっているんですけれども、ちょっと現状その器も霊吉の脅威もないためちょっと時間を稼ぎたいところですね。ただまあ生成屋はたくさんあるので、はい、ドローしながらちゃんとチャンドラーに睨みを利かせつつ、さあしかしギデオンあります？今引きましたね、トップデッキでした。お、やはりギデオン2枚ではなくチャンドラ2枚ではなくギデオンとチャンドラと。お、なるほど。さあこれはもしかしてこの後はまずはチャンドラをしっかり守りつつといったところですかね。これで石渡選手生成を2枚持ってるのでちょっとこの反射の能力が重いですね。かなりこのターンも2枚目出してゴーする予定だったのがだいぶ時間が稼がれちゃいましたね。このままだと石渡選手はこのターン何もできない可能性が、まあ、組細工のターンに当てるか。そうするとお聞いたのはコジレックの機関かな。そうですね、これでもある、はい、盤面は処理しっかりできそうなんですが、そうなるとのしかかってくるのがやはりプレンズウォーカー。そうですね、ジャンドラギデオンという極悪な組み合わせが。そうですね、この反射魔導士のタフネスさんも現状ちょっと嫌ですね。こちら作白は厚かったので2点。で石渡選手はこのターンチクレイとコジクリターン両方構えることを選んだんですね。そうですね、まあ、ただチクレイは温存して2点は食らいました。残りが 10、まあ、チャンドラ さあそこでギデオン、もうこれもねスタンダードのおなじみの、そうですね、構図ですが霊吉にはもうと場だけでもう9点11点盤面あるのでこれエンド前にチクレイ打ちそうですかね。どうですかね、まあ、確かに打ってもおかしくないですね。ちょっと次のターンも生成や生成やだったり組細工プラスアルファという動きをしないとちょっと持たなさそうですね。打ちましたね。で多分反射魔導士に打って、エネルギーを多めに手に入るのかな。今2点入ってる、あの反射魔導士2点入ってるので、ただちょっとそれは失念していたかもしれないですね。そうですね、ちょっとエネルギー増えてる素振りがなかったので素振りがないですね。さて、まあ、イシュカナもしくは霊吉の脅威までなんとか時間を稼ぎたいところ。お、エムラクールありますね。
そうですね、ただちょっと墓地の、体の種類的にそんなに、お、今引いたらウギンですかね。あと2マナあればウギンはまだ遠い。さてここは生成屋生成屋でブロッカーを出しつつって感じですかね。まあ、組細工とちょっと悩んでる感じですかね今石渡選手としては。そうですね、どちらが長くライフが心配ですかもう。まあ、ただ組細工は次のターン、うん、5マナで一気に6点ゲインしちゃった方が効率がいいと思うので、このターンはブロッカーを2匹出してターン終了、うん、マナを使い切る方を選びましたと。除去除去だけダメだけど、まあそれはどうしようもないってことですかね。さあしかし星選手ここのドローが呪文トライとノリに乗ってます。さあプラスしておっと書き立てファイヤー、書き立てファイヤーだと本体4点入って、いやでも悩んでますね。本体打たなそうですねこれ。いや打ってもいいと思います。あの場にクリーチャーと召集で打って3マナ残るんでセットランドして、そうですね、呪文トライの3マナを残しつつ本体に4点、これでギデオンマストブロックになるんでライフが9から 4まで下がって、もう1マナか、そうですね、これでライフが 5でギデオンをクリーチャー化することによってこれがマストブロックになって呪文トライを構えてエンドできる。しかももうかなり完璧なターンです、ね、そうですね。もうここは一種かなかな、石渡さんとしては石かなを引きたいところですね。クリーチャーインスタント土地ソーサリーも落ちてないか、でもソーサリーは超上がり、はい、うん、なんでこのターンをどう生き延びるか。このターンさえ生き延びればギデオンでの大逆転、ギデオンじゃない、ウギンか、ウギンでの大逆転が見えるの で、ね、なんとかこのターンをしのぎたい。さてしかしここに今構えているのが呪文ドライを構えているため、下手に動くとそのまま命取りになりかねません。ただ他に選択肢があるかどうかですね。そうですね、多分エムラクールを呼ぶにはまだ至らない。そうですね、多分4マナしか減らないんじゃないかな、クリーチャーインスタント操作り土地で。なので現状エムラクールは9マナですね。さあただ星選手としても石渡選手が6マナを持っているので、組細工なんかにカウンターを使うと霊騎士の脅威が通ることも考慮しなければいけない。どうですか、これは通りましたと。やはりそうですね、星さんとしては、まあ、この後霊騎士通るとちょっと、うん、あれなのでってことですかね、劣勢になっちゃいますからね。これで、石渡さんも少し楽になったかなと。サクリファイスも合わせてライフが11になるのでもう一旦は生き延びそうですね。さあここでどういくか、今回はチャンダラのマイナスも使えるので。さあ霊魂、さあこれで石渡選手の墓地にあるコジレックの機関には睨みを効かせることができるんですが、このターンは回転よく引き出しつつ、まあ、ギデオンとトークンでそのまま殴る形ですかね。そうですね、でライフを大事にと。残りが6、短縮よりに組細工を起動してライフが9に戻ります。そして墓地の、アーティファクターが増えたのでエムラクールもさらに軽くなりつつ、さあ石渡さん今が7マナ、8枚目の土地があるのかどうか、ウギンが出るのかどうか注目。引かなかったって感じですね、引いたのは裏モグ。あ、しかし石かなですね。これで先ほどアーティファクターが落ちているので攻撃は確実にしていると思われます。さあこれでウギンもしくは他のカードへの、まあ、時間稼ぎもできそうです。さあこの土地にもう石渡選手も取られるのが分かってるみたいではいどうぞって、もう星選手の方に差し出しましたねしかしこの石かなというカードは硬いですね。硬いですね、もうこれはもうこの光景は本当に昔からよく見た光景ですが、あとはチャンドラの奥義よりも先に石渡さんがウギンもしくは他のカードフィニッシャーにたどり着けるかですね。ハンドすごいですね、もうけどあと1枚ですからねハンド裏もぐウギンエムラクールっていう勢ぞろい大集結してますね。おっとチャンドラが反射を届けてくれました。で全部殴るとしかしやはり9は遠いですね。まだエンブレムかな、ちょっと手札が見えませんが、まあ、クリーチャーにしましたね。うん、なるほど。はい、ちょっと質問があったんですけど、このフロンティアというフォーマットは
どういうフォーマットですか。はい、ですね、新進枠と言われる、はい、基本セット2015以降のフォーマットが採用されています。禁止カードはないんですよね。ないですね、確か。なので、レガシーなんかでも禁止にされている、ディグスルータイム、時を超えた探索なんかが4枚フル投入できるので、青黒コントロールなんかの活躍が顕著なフォーマットです。そうですね。しかし決勝ラウンドに3人いたんですよね、青黒コンは。そうですね。ただ決勝戦には残ることができず、今、はい、優勝の座を争っているのはジェスカイアグロと、三色霊騎士の脅威という組み合わせになっております。なのでどのデッキにもかなり可能性がある、まあ、幅の広いダイナミックでかつ幅の広いフォーマットという形ですね、現状。さあ星選手手札が8枚目の土地、あ、でも残りが4でウーギンが間に合ったぞと。しかし開始にコプターに殴られるって、あのでも乗り手が今のところないですかね。そうです、すべてアーティファクト以外は吹き飛んでしまうので。そうですね、宝船も使います。そうですね、昨日見てた中だと別の探査でも、あれですね、魂萩はい、使ったデッキも結構活躍とかしてて面白かったですね。あのゼパルタっていう新しいカードが入ったおかげで、うん、でカード自体が強くなったみたいで。さあここでウギン、これが通りそうなんですが、通りますね。メインにまずこれをカウンターできるカードが入っておりませんね。さあマイナス4で回転翼以外すべてが吹き飛びます。ウギンが修正度が元が7だったっけ、6かな、7ですね。7ですよね。だから残りが3ですかね。3ですかね。あ、しかし2体目が出てき、2体目でこのアズカンタがスタックに乗ったところで出すことによってアズカンタをまた追放することができると。クリーチャーを引けば、引きましたね。おー、足りました、見事、素晴らしい。という形でゲーム1は、ジェスカーグロの星さんがまずは先取しました。ギリギリでしたね。ウギンが一旦早かったらとかいろんな可能性はありましたが、ね、かなり熱い攻防でしたね今も。そうですね、今もチャンドラで、そっか、チャンドラで、反射魔導士バウンスして全部チャンプになったのか。いや、かなりすごいいいゲームでしたね。石渡さんとしてはかなり悔しい。そうですね、サイド後の方がやっぱり打ち消し呪文とかもあって、石渡選手はやりづらくなると思うので。さあ、サイドボード見てみますと、まずじゃあ石渡さんの方から見ていきましょうか。はい、サイドボードから入りそうなのは、まずは作白ですかね。そうですね、回転翼も殺せるし、呪文トライなんかも殺せる、カマキリも何でもござれ、あとは世界を壊すものですかね、あとはみんな大好きトラッカーもきっと入るだろうと。そうですね準決勝、準々決勝もそうだったんですけど、まあ、トラッカーは基本的に、対戦相手がネゲートとかを構えてるときに非常に強いので、まあ、あんまり入らないマッチがないのかなぐらい、相手がアグロデッキな時ぐらいですかね。赤タン系だと入らないけど、そうですね、それ以外はもう全部サイドインするんじゃないかなと。ロングゲームになるときは大体サイドインするよと。もう基本的に相手の否認に対する一番の回答ということで、という形で、まあ、不屈の追跡者 と、世界を壊すものと作白、機械は入んないかな、コプターだけだし、あとはもしかしたら本流の機械巨人とかも入れて、そのあ、トラッカー入ってないあれ残念な、あれっと、あれ霊吉減らしましたね。そうですね、霊吉と、ウラモグ とあれかな、あとは組細工、ね、減らして、じゃあ入れたのが本流の機械巨人、世界を壊すもの、作白、あとは村朝の帯同とかかな、破滅の時も入れてるか、破滅の時もそうですね、入れておかしくなさそうですね。そうですね、今の展開を見る限りという形ですね。なのでそのコンボを減らしてコンボ依存をせず、やはりコンボに依存しすぎると呪文ドライやネゲートですね、否認といったカードがきつくなりすぎるので、あの普通のミッドレンジとして振る舞うという形になりますね。まあ、ミッドレンジ、たまたまあれですね、うん、霊吉みたいな感じですね。そうですね、まあ、霊吉は普通に使ってもアドバンテージカードとして優秀なので、うん、エネルギーはもう放っておいてもたまるようなデッキですので、という形でそのコンボ特化せずかなりデッキを丸く仕上げています。一方の星さんはサイドボードから入れるのは何でしょう。否認、軽蔑的な一撃、あとは、うん、アバシンですかね、まあ、構えやすく。そうですね、あとはもしかしたら、まあ、あとはあれかな、石から見たので石の宣告も入れそうですね。あとは、
墓地依存どれぐらいかによりますけど、募集のなんとか墓地を追放するアーティファクトももしかしたら極上ですね、はい、こんなん読めませんわ、はい、曲がる杖と書いて極上です、はい、勉強になりましたね、はい、でまあ、イシュカナですとかそういったカードを、まあ、対策するために入れる可能性もありますが、まあ、ちょっとカード1枚使うっていうのもあるので多分極上は入れないかなという感じですかね。石の宣告はね、昔から石からのトークン対策として最上級と、はい、トークン3体潰して手掛かりトークンも出ないというかなりまあ優秀なやはり追放除去ですね。さあ星選手の手札はパッと見バランスはそうですが、ちょっと2マナ以下のカードがないかなぐらい。カマキリ反射、あと何がありました。土地が4枚ぐらいで否認かな、うち軽蔑的な一撃に見えて気はしましたが、青いカードです。一方牛渡さんは、あ、減らしたとはいえ組細工と霊吉と蓄霊があり、ただ土地が霊気拠点しかない、ちょっとマナベースに不安がありそうですね。でこのマナは、はい、そうですね。さあ緑がちょっとなかったんですけど、ここで組細工を出すことによって霊気拠点がまたアクティブになって、で3枚目の土地がないが発生の器で探しに行こうって形ですね。土地も拾えましたっけ。大丈夫です、パーマネント場に出るカードでしたら何でも大丈夫です。さあここでフェッチか山かを選んで、おそらく手札に加えることになるでしょう。赤身のフェッチを手札に加えて、まあ、エンド前に、赤身戸の燃え殻の森林地かな、赤身戸のバトルランドをサーチすることになると思います。あ、ギデオン入れてますね。さあ早速、まあ、やっぱりプレインゾーカーはもう対処が難しいですからね、うん、まあ、単体としてもあれですよね、3マナで4-4で破壊されないっていうクリーチャーなんでパワーが高い、うん、そして対処が非常に難しい。他の例えばゴブリンの熟練先導者とかはコジレックの機関に巻き込まれるんですけれども、まあ、このギデオンだと相手からしてもさばきづらい、まあ、クロックにもなるという形で多分採用を入れ替えてるんでしょうね、多分同じマナ域で。そうですね、火力が入ったというか全体除去が入ったデッキには基本的にギデオンで、まあ、実際かなり、うん、先ほどの試合から機能しているので。さあここで4マナあるぞと引きましたね。ここはもう先に通しておきますかね。霊吉エネルギーが今2つかな、先ほど緑1回消費しているので。なるほど、じゃあこっちを先に優先。なるほど、ここはまずはドローを進めたかったという形ですかね。まあ、この展開だったらどっかでそのフルタップで、うん、フルタップみたいなターンが作れるんじゃないかと。なるほど、あ、これは、あ、エンブレムを出したってことですかね。そうですね、まず最初のターンが、うん、まあ、この方がギデオンを抑え込めるので、うん、星選手としてはちょっと動きづらい。石橋選手は相手の隙を見て霊気を設置すればいいので。さて、しかし石渡さん土地がないですね。ハンドが石かな、いや村さんの態度を石かな、霊吉、竹霊稲妻、組細工、エムラクールといった感じですね。土地さえあれば何でもできるがという形です。生成はもうないですかね。生成はなそうですね。なのでこのターンはパスですね一旦。さあターン終了時に星選手も揺さぶりをかけていきます。これでギデオンが問題なく殴りに行けるようになったので。さあそしてしっかり2マナを残しながら、ながらカマキリかな、ここは。そうですね、カマキリとギデオンの7点アタック、でかいここにはまあ竹霊稲妻を当てていくと思われます。当てず、うん、まあ、エネルギーを貯めるっていう観点では次の打霊気を出すつもりなんだったら、あちらを組細工を使用してエネルギーを貯めて、まあ、マナ効率的には3マナと2マナなので、そうですね、3マナの方からやっていきたいという。なるほど、そうですね、という形で組細工を起動する方を選びました。あ、違った、帯同、土地だ、土地が欲しいからこれで土地を手札に入れて石かなに確実につなげようという形か。紅葉はエンチャント、土地、クリーチャー、インスタント、紅葉はすでにしている。してますね。なるほど、村川さんの態度いいカードですね。いいですね、6点ゲインですもんね。土地を伸ばせる、で軽蔑的な一撃があるのか。ありました、
まあ、でもこれはもうどっちかというと霊気1の方を本命にして、うん、こちらがおとりっていう感じですよね。まあ、否認構えだったら通ればラッキー。そうですね、カウンターされても OK って感じですかね。やはりこの2回6ゲイン、あ、まだ1回か、3点ゲインと6ゲインで今9ゲインしてるのかな、差し引き石渡さんは。さあしかし星選手ここでもしっかり2マナを残しながらアクションを続けていきます、うん、石渡さんとしてはかなりプレイしづらいですね。しづらいですね、ずっと2マナ起きてるので。しかしまだ度重なるライフゲインのおかげでこんだけ殴られてもまだライフは14。さて竹霊稲妻、霊吉の脅威、エムラクール、コジレックの機関、組細工ですかね。さあここは竹霊稲妻と組細工のターンに当てるようですね、どうやら。さあこれを受け入れて6点。まあでもやっぱ組細工はもう本当にすごいカードですね、うん、そうですね、エネルギーの増え方も多いですし、ビートダウンに対してはその6ゲインというのがかなりその、まあ、タイムウォークとは言わないですけれども1ターン分ぐらいの仕事をしてくれますよね、しっかりと。お、ここで引いたのがまさか1枚限り の見捨てられた神々の神殿、今引きましたね。2マナラウンドです。ちょうど7枚目のラウンドでこの見捨てられた神々の神殿なので今マナ数えてますね。見捨てられていなかった。エムラクール何マナかなと。8、ちょうどで、そうですね、5足す8マナなんでいけそうですね。パタッと、さあ最上級の土地を引き、まさかの懐かしい。さあそしてこれに抗う術はなく、はい、一応ジャッジがマナを数えて回確認しています。さあ出ました。あー、で構えていたのは否認でした。さあただ否認を使うことはできないですか、ね、できないですね。これはなんかあれですね、反射魔導士が1体死ぬぐらいで終わりそうですね。そうですね、まあ、あとは呪文トライ出すかなぐらいですかね。出しときそうですね。まあ、うん、行ってダメラ、ちゃんとあれですね、ダメランで1点食らってねという形で。さあちょっと期待してたよりは効果が小さいかもしれませんが、それでもエムラクール13-13飛行トランプル、プロテクションインスタントが場に出ました。これでもあれですね、ギデオンでなんと止まるという。何ギデオンすごいストーリー的にはこんな簡単ではなかった。ギデオンこんなピョンとは抑え込まれてなかったのこんな簡単に13-13が止まっていいのかと。見事ですね、このギデオンのサイドインがクロックとしても活躍して素出しのエムラクールにも対抗していると。あ、そうですね、はい、あの見捨てられた神々の神殿の2マナはちゃんと無色のカードであれば何でも、何でも使える、プレイには使えます。さて、さあただ石渡選手は否認が見えているので本命の霊吉をいかにして通すか。なかなかこのままだとじりじりライフが詰まっていってしまいますね。しかも星選手は回転余機が生き残ると手札を循環させながら、はい、2件ずつ食らいながら相手の手札はどんどん潤沢になっていく。そして今引き込んだのが何ですか、石の宣告。エムラクールも何だそのプロテクションを、ね、確認しましたね。そうですね、プロテクションがどれかを確認して、ソーサリーは大丈夫、インスタントだけなんですよね、あれ。そうですね、はい、追放されました。これで次のターンからはギデオンが殴れるようになります。まずそうですね、丁寧にもう引きたいカードが明確なのでフェッチしてから、少しでも圧縮してからワンドローしようという形ですね。さあライフゲインがあるとはいえそろそろ知識圏内に12になりつつワンドローかな。手がかり、あれ、手がかりは引くよねと。今星選手の場に9点分のクロックですかね。1、2、3、4、5、6、7、9、10、11点、4、7、9だね。クリーチャーを引いたところで最高11点。さあ、さあ作白ですね、引いたのは。お、ウギンを引きましたね。これはどうですか、霊吉を餌にウギンを通す形ですかね。そうですね、霊吉を餌にして作白で回転余計をやってしかないでしょうね、きっと。はい、という形で
まずはネゲート使ってよという形で。さあこれはもう星選手としては使わされた、はい、形ですね。星さんはちょっとクリちゃんは何もない。ここで途切れましたね。でここで登場してからちょっと待ってねと攻撃クリチャー指定前に策悪で、はい、そうですね。こうすることによってまず反射魔導士分の2点も少なくて済みますし、ルーターもされないと。さあこれは一気に大逆転の構えか。さあライフ6残して 1,2,3、 そうですね。あ、まあ一応調和を経由してからという形で、もうどの道打ち消し呪文があると一緒なんで。さあここで、さあ一枚のウィーンが火を吹いた。頼む通ってくれ通ったこのカード強いですね本当。しかしラブルマスターが、ラブルマスターも強いが、どうすんだこれは。まあでもそうですね、そこに打つか、微妙だな。プレイヤーでもいいな。ちょっとね、返しラブルマスター本体が死んでしまうので、3点打たれる。本体打つだけどうなんだろうな。マイナス3をするか、マイナス3をされるのが嫌か。これだとマイナス3ですか、それともいやプラスの方がプラスしますかね。じゃあ展開してですけど、ライフ4、かきたてる炎で死んでしまうので、おっとなるほど、まあ、これが通ったのだったら中性子をためながら奥義狙い。このね、奥義もね、なんと7ゲインがついてますからね。おしかし星選手もここで引いたのが、エネルギーは十分あると思われる中で呪文ドラえしてもウギンに殺されるだけなので通さざるを得ず。さあ石綿選手はいつ起動するか。そうですね、まあまずはウギンで 今する必要はなさそうですね。相手のアクションを見てからで大丈夫そうですかね。これはその方が良そうですね。星選手がクロックを追加したところで、おっと聞いたのがかきたてる炎。これ5と4の差が、5と4の差が重くのしかかりそうですね。1回しか起動できないのかな、石綿さんも。そうですね、6エネルギーけど無限にありそうですからね、うん、そういうもんでもないのかな。組細工、たくさん起動してたので。そうですね、一応まあ除去ガスカルト嫌なので、まあ、なるべく起動しないのはかなり適正なプレイなんですが。さあここでターン終了時に、星選手は本体めがけて起動。これ石綿選手としては組細工ですかね、欲しいのは。そうですね、組細工以外だと、まあ、ライフが残れば一番いいので。あ、石かなかな。でも石かな、組細工自体は多分もうサイドアウトしてそんなに残ってないと思うので、もう2枚使っちゃってるんで。そうですね、さっき確か 1,2 枚減らしたので。ただまあここの石かなはかなり嬉しい、速攻クリーチャーをケアできたので。カマキリも大丈夫ですね。あとは本体火力になるものを引かれなければウギンが、ウギン11でしたっけ、マイナスは。いや10です。さあここで7ゲインです。まず7ゲインして7ドローして、手札からパーマネントを7枚まで出せるだったかな。いや好きなだけ出して、好きなだけなんですねそこは。あ違います、最大7枚まで好きなだけみたいなもんでしょ。いやっぱ777のね、美しさを大事にしていきましょう。1,2,3,4,5,6で、ライフもあっという間に圏外へ8。あ、気持ちよそうですね。気持ちいいですね、これは。ここまで行ってしまうと、もう手札に除去もあるので、ここからだと本当かきたてる炎を片っ端から引けばみたいな形ですかね。ただかきたてる炎が残念ながら2枚しか入っていないため、火力だけのプランは厳しい。ジェスカイの魔除けか、ジェスカイの魔除けと合わせると3枚。確かになぜあんなにこだわってるのにコストは8なんだ強すぎたんでしょうね777でもコストは8って。コスト7だったらあれってあれですよ、ウルザトロン3ターン目出ちゃいますよ、ウギ犯罪ですねカーンかなウギンかなみたいな。さあ星選手、しかもライフが意外とないですね。もう石からの能力起動まで含めるとあと一旦しか猶予がなさそうに見えますが、これランドが
黒マナのランドは入ってないか、さすがに霊気拠点が、そうですね、霊拠点のマナを使えばという感じですね。さあここで決着、はい、なんとか耐えに耐え抜いた石渡さん、ウギンからの大逆転勝利でした。まあ、見事でしたね。途中で、ずっと本命だったんですけど、その霊気血の脅威をあえておとりにして、ね、ウギンを通すことに成功して、そのまま勝利すると。あのターンでちゃんと錯覚を引き込めたのも大きかったですね。そうですね、あのターンアーティファクトをちゃんと除外して、最終的にウギンで無色以外のパーマネントを全て吹き飛ばしたと、うん、ですね。その1ゲーム目はウギンの返しにあの残ったコプターとカマキリで殴り殺されてしまったので、はい、その露払いがしっかりできたこともあり、一瞬かな9点クロックとかですからね。もったら10点クロックか、1、2、3、4、5、6、いや9点かな、まあ、6点足す10点クロックですね。一応2パンですね。だから盤面が6点殴って起動で4点で、すごいなこのカード。最初失礼なんですけど、伝説の雲が強いわけないと思って、伝説の雲ってそんなすごい雲出てこんやろうと思ったらめっちゃ強かったっていう。そうですね、テストプレイするまで分かんなかった系のカードでしたねこれは。伝説の雲って歴史上こいつだけじゃないですか、うん、なんかいましたっけ。いやほとんどいないんじゃないですかね、伝説の雲聞いたことないですね。やっぱこのカードはその発売直後のプロツアー異界月でも、オーエンターターンワールドたちの紅葉レイと紅葉デッキにも入ったかな。そうですね、多分入ってたと思います。しあのゆくひろけんさんの、紅葉ランプにも入ってましたね。まあこいつは強かったですね、スタンダードでずっと活躍してた。紅葉って名前のつくデッキには全部入ってましたね、常に。やはり盤面の制圧力とそのブロッカーとしての性能が非常に高かったので、まあ、これで守ってエムラクールにつなげるというプランがとても立ちやすかったのは覚えています。石金があれですよね、もう逆転の合図というか、まずこいつで盤面を盛り返してフィニッシャーにつなげていくと、うん、エムラクールと同じセットに入ってても分かりやすかったですね。はい、ありがとうございます。石金が初めての伝説の雲だったはず。デッキから糸飛ばすやつって伝説じゃないっけ、あれか、6マナ5マナで、デッキから糸飛ばすやつ、あのエンチャントを3マナのエンチャントを出すやつ、アトラクサじゃないっけ、なんだっけな、いやありましたよね、基本セットで6マナ5マナの雲で、あーはい、はい、なんか、まあ、墓地から、墓地とかライブラリーからなんかパシフィズムみたいな緑のエンチャントを出すやつ。これは優秀な動画スタッフが多分出してくれると思うので、試合に戻りましょう、はい、きっとね。さあ星選手がマリガン、はい、伝説のクマを作ることが課題、確かに聞いたことないですね、伝説のクマ、伝説のクマ。ワイルドモンゴレルとか伝説のクマみたいなもんちゃいます。まあ僕らからしたら灰色グマがもう伝説のクマみたいなもんですよね。もうルールブックでしか見ないみたいな、いつでも出てくる灰色グマ、結構可愛いですよね。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。紡ぎ手、あでもレジェンドじゃないこいつ、へえ、やっぱレアだからな、2枚取ったことないから、なんか伝説でもおかしくなかったですが、確かに2体出したことある気がする、こうやってリミテッドでレアやのに、これ2枚と雲の巣3枚みたいな。そうですね、スペシャルデッキ、これスタッツいいですか、657とかだったね確か。657到達ってワールドブレーカーみたいなもんですよね、ほとんど軽いですからね。さあ石綿選手は7枚キープで、さあ先手の星さんがワンマリガンでスタート、回転翼機か、ありそうですね、ありそうですね。一方の石綿さんはもう順調な、はい、最高のスタートです、ね、そうですね、調和組細工霊基地が全部初手に揃ってますね。なので何の妨害もなければ4ターン目に霊基地が起動できる形になります。さあ星選手はちょっとこの後の土地がないとクリーチャーが、星さんはね、登場要員がいなそうでしたか、いないと思います。ちょっと青マナがないのかな、あはい組細工懐かしのムーブで、さあここは引きたい、ゼガヒデも気合入ってますね。ああ赤白ランド、それじゃないぞと、あさあ何もできずクリーチャー出せねえよって感じでしたね。さあ対する石渡選手は順調そのものですね、順調そのものですね、 1,2,3。 さあそして青物もないためこれを防ぐことができない、さあこの決勝戦3本目最後の最後でマナトラブルがドドン。
さあ力強く攻撃に移り、あとはこの霊気の脅威で何がめくれるか。さあここで投了 という形になりました。はい、というわけで第11期フロンティア新挑戦者決定戦を制したのは三色霊吉、ティムル霊吉を操る石綿浩一選手でした。おめでとうございます。おめでとうございます。